はい、どうも、百均にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。タッチライトですね。まあこれよくね、100円ショップ行くと見かけると思うんですけど、まあ2種類、ダイソー行った時に、まあこのタイプのね、この円形の、まあドーム型っていうんですかね。ドーム型のね、このタッチライト、まあ2種類売ってたんで、実際ね、試したこと、まあこの辺はね、家にも買ったことはあるんですけど、前に一つは。まあ2種類あって、どれぐらい違うのかとか、まあ大きさもね、違うんで、はい。まあ明るさがね、どんな雰囲気なのかとか、違いがね、ちょっと気になったんで、はい、買ってみました。ということで、まあ今回は、こちらのね、ダイソーさんで見かけるこの2種類のタッチライト、こちらをちょっと試していこうかなと思います。まずこちらの大きい方ですね。大きい方が LED3SMD タッチライトということです。単三が別途4本必要ということですね。まあ、こっちも壁にかけたり、置いて使ったりという使い方ができる。で、こっちは 3SMD ということで、連続点灯時間は約8時間ということです。はい、こっちの大きい方はそういった仕様のようでして。はい、で、こっちの小さい方。こっちは 3LED プッシュライトミニとなって、名前がね、なっております。LED が3個ついてるタイプで、乾電池。こちらが単三電池が3本いる。で、ただ、まあ、連続点灯時間は30時間ということですね。はい。あとは、まあ、置くもかけるもできるということで、まあ、使い方法としたら、どちらも、まあ、LED のタイプは3個ついてる形。こっちは SMD、こっちは LED ということですね。はい。電池が単三なんですけども、こちら大きい方が4本、小さい方が3本。はい。ただ大きい方は、連続点灯8時間、小さい方は30時間という、結構差が、ね、表記の部分でも差があります。ということでね、明るさがね、どれぐらいあと違うのか、その辺が気になりますね。はい。で、まあ、これどちらも、グリーンオーナメントさんが発売されている商品になります。ということで、まあ、こっちなんてね、結構昔から売ってるんで、まあ、なんかこのパッケージも黄ばんでる感じも、ね、ちょっと若干色がくすんでますね。ということで、早速ちょっと開けてみて、まあ、スイッチの雰囲気とかね、ちょっと一個一個両方ともね、見ていこうかなと思います。両方ともパッケージからね、取り出しましたら、まあ、大きい方は、カバーの部分がまず、白のね、色のついたカバーになってます。で、片や白い方はもう透明で、ちょっと中にね、この光を反射させるような、反転というか、そういった部分がある形で、中に LED がね、こう3つついてるのが、まあ上から見てもわかります。裏はこんな感じになってて、両方とも、まあこの後ろにね、壁掛けできるようなフックの引っ掛け、こちらが2つ、両方ともついておりまして、電池自体はもうここにね、入れる形になってます。では、まあこっちにね、単三電池、はい、それぞれ入れていこうと思います。両方とも、電池の方入れて使える状態ですね。では、まあ一回この状態で、どちらもスイッチ押してみますね。これもう押すだけなんで、こんな感じ。はい。こう、今見た感じだと、こういう光の形になりますね。まあ、部屋がね、今明るいんで、ちょっとわかりにくいかなとは思うんですが、光り方としては、まあ、こういう感じに光るものですね。で、スイッチ自体は、はい。まあ、プッシュとここにシールが貼ってあるんで、まあ、ここを押せばね、どちらもつくんですけど、まあ、大体ね、どこを押してもいけるかなと思ってたんですけど、これね。まあ、この中心を押せば問題ないんですが、これね、仮にこの反対側ね、こっちを押しても反応がね、やっぱないんですよね。こういう。はい、これ。やっぱね、スイッチがどうもこの辺りについてるんでしょうね。だから、ここら辺逆に押したらね、消えるんですけど、うまく押し切れてないんでしょうね。押した時だけ。消えます。これ。はい。だからここだと、そうですね。この辺りまで。うん。
そうですね。こっちの大きい方だと、だいたいこれぐらいの範囲ですね。この端を押す場合だとね。このあたりだとスイッチ反応します。で、まあ、真上から押せば、だいたい反応するんで、まあ、ここ全体的にパチッと押せばスイッチはいけますが、だいたいまあ、指で行こうと思うと、もうこのプッシュと書いてあるこのシールのところあたりですね。だからシール取っちゃうともうどこかわかんなくなるんで、もうそうなると真ん中を押すのが一番かなと思います。こちらもね、同じですね。この辺を押しても反応がないんですよね。はい。だから小さい方もこれもこのあたりですね。こんだけ。はい。で、まあ、あと真ん中。上からね、全体的に押すと。形だと反応します。では、まあ、一度部屋を暗くして試していこうと思います。では、ちょっとライト、大きい方からね、ライトをつけたいと思います。大きい方のライトを今置いた状態でね、ちょっとつけてみましたが、こんな感じなんですけど、これだけで何とかしようっていうのはちょっと難しいかなと。まあ、でもこれね、今こういう風に、ね、立てかけて照射範囲をね、こう向けた場合だと、こっち面は結構明るい感じかなというふうに思います。じゃあ、今度小さい方をつけてみます。小さい方がこんな感じですね。やっぱちょっと暗い感じはありますね。まあ、さすがに、まあ、電池の数も違いますが、こんな感じです。両方とも比べたら、こんな感じになるんですけど、まあ、30時間連続点灯できるっていうことも小さい方はありますが、やっぱ大きい方明るいんで、その分やはり8時間しか持たないってことですね。新しい電池入れたところで。で、これまあ違いなんですが、どうしようかな。照度計を持ってきて、それぞれ、まあこの暗闇でね、この状態で、例えばもうこいつだったらこの状態を、照度計この辺りに設置しますね、一回。壁に設置して、まあ今置いてあるんですが、これを向こうへ向けます。この状態にします。ここ大体いつもね、懐中電灯とか測るとき30センチぐらい開けてるんですけど、まあそれぐらいの距離感になりますんで、まあ30センチ開けて、ちょうどまあここに光がちょうど真ん中当たるぐらいにしてみましょうか。そうすると、今これで行くとね、45ルクスですね。明るさ。ね、これどこがいい、どう測るのが一番いいのかね、ちょっとまだうまくわかんないんで、一応今は、ライトのね、明かりを30センチぐらい開けたところから、センサーの方にね、向けて照らしてるんですけども、あとは、あれかな。はい。まあでもこれで行くとね、だいたい、今一番マックス当たってる時が、38ルクスぐらいですかね。このあたりで今。で、これを一度消しまして、次が小さい方ですね。はい、こちらの小さい方、これも同じように当ててみます。そうすると、同じ位置ぐらいで今、計測してるんですけど、これだとね、やっぱ15ルクス、16ルクスぐらい。半分以下ですね、明るさの、まあ明るさとしたら。そんな感じになるかな。ちなみに、これは今 iPhone 11。これをだいたい30センチぐらいかな。ここ。この幅ね。30センチぐらい離れたとこから、照射した場合で、だいたい、これで、ね、40ルクスぐらいですね。だいたい約。はい。暗闇で iPhone のライトだけで照らした場合、30センチ先ぐらいの明るさは38ルクスぐらいですからね。これが今 iPhone のこのね、ライトになります。これを目安に、暗闇での iPhone のライトの目安になるかなと思います。はい。iPhone のライトの、まあ、大体の目安、これ30センチぐらいの距離での、明るさが、大体、まあ、うん、まあ、40ルクス前後というところだと思います。ということで、これが、まあ、タッチライトね。これがね、大体、そうですね。30センチぐらい離れたところから行くと、60ルクスぐらいの明るさになってますね。約60ルクス。はい。で、今度こちらの小さい方ね。これがまあ同じ位置ぐらいに持っていっ
だこれがね、だいたい20ルクスぐらい。はい。まあ、約20ルクスですね。はい。まあ、ちなみにこれ今部屋を、この今の部屋が、部屋の電気をつけた段階。これの状態。まあ、通常のね、撮影してる時のこの部屋の明るさ。これがだいたいね、150ルクス。この、まあ、今この表示、同じ表示の位置でね、置いた場合のね、あのセンサーの位置なんですけど。まあ、これね、まあ、照度計ね、真ん中に置けば、だいたい200から250ぐらいの、まあ、この部屋の明るさになります。まあ、だいたいね、部屋がだいたいいつも200ぐらいかなというとこですね。ということで、今、あの、撮影してる際の部屋の明るさが、まあ、目安が200ルクスです。で、まあ、部屋を暗くして、このそれぞれのライトだけで行った場合が、まあ、今検証した感じですね。まあ、あと、これに、はい。さっきあった iPhone のライト。あの明るさがだいたい20ルクス前後みたいなので、40。まあ明るさの度合いがね、やはり全然、違いますんで、まあこのあたりはね、今見た、まあ光の雰囲気とかで使いどころですよね。あの、ほんとちょっとした明かりが欲しいだけであれば、まあ長時間持つこっちの小さい方の方が、まあ便利はいいのかなと。本当でも、あの、そんな明るくないんで、まあ本当足元だけが見えればいいとか、そういうレベルかなという、そんな感じのライトです。で、まあこっちはね、まあまあ明るいんで、本当小さい倉庫とか、床下収納みたいな小さいところとかで、小さい範囲で、まあ、普段ライトがないところ、そういうところにちょっと明かり欲しいなっていうのに使えるのがこっちの方かなという感じですね。だからなかなかこの小さい方は正直あの使いどころというかはなんか難しい気は若干しました。時間はね長持ちするんですけどね。あまり明るくないなというのが正直な印象ですね。やっぱこっちのタイプ、あのタッチライトが必要なんであればこのタイプの方が明るくていいかなと思います。はい。まあ、あとはサイズ感ですね。これね、だいたい、まあ、こっちの大きい方が直径がね、だいたい 13.7 センチ。で、小さい方が 9.8 センチ。まあ、高さ、厚みがね、だいたい 4.5 センチぐらいかな、小さい方。あ、でも厚みはね、同じぐらいですね、高さ。どちらもね、大きさ、円の大きさは違うんですが、あの、この高さね。この高さに関してはほぼ同じ。ほぼほぼ変わらないですね。まあ、という感じで、こちら2種類ね。だいたいダイソーとか、まあ、100円ショップ行ってもこの2種類をよく見るんじゃないかなと思うんで、タッチライト、このタイプは。それでいけば、まあ、この違いというのはこういう感じで、まあ、今、比べたような感じで、今、比べたような感じで違ってる、まあ、違いというのが出てました。まあ、これは、今、参考にしていただいてね、まあ、ご使用される人の、はい、用途に合わせて、サイズや明かりの大きさとかね、そのあたり考えていただいたらいいかなと思います。こちらの、まず、大きい方、こっちのタイプですね。こちらが、まあ、この 3SMD タッチライト、ジャンコードはこちらになります。はい、で、まあ、こちらの小さい方、はい、これが、こちらがジャンコードはこちらになりますね、小さい方。ということで、やっぱりね、これも LED と SMD の違いがやっぱりあるのかなと思いまして、LED のタイプよりも、まあ、SMD のこちらのタイプの方が明るいのかなというのは、今までもね、参考にしていろいろ比べたり使ったりしてますけど、SMD のね、照明結構やっぱ明るいイメージがありますんで、そのあたりもちょっと違いが出ているのかなというふうには、思いました。まあ、個人的にはこちらの大きい方の方が明るくて、まあ、使いやすいかなというふうには思いますので、まあ、いろいろ参考にしていただいたらいいかなと思います。はい。これ、ま、今回ダイソーで購入してきたんですけども、おそらく、ま、セリアとか、はい、他の100円ショップでも多分、グリーンオーナメントさんの商品なんで、100円ショップであれば多分こちらはどこでも売ってるんじゃないかなと思いますので、気になる方は、はい、100円ショップの方で、こちら探してね。ご使用いただいたらいいかなと思います。はい。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。